はいどうもこんにちは。この動画では少年チャンピオンに連載中のありのおの作画をしている伊藤龍先生とコラボした動画で使用したこちらのインクを使った背景の作り方をご紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。今回は Adobe After Effects の基本的な内容ですが、ちょっとした背景を挿入したい時などに今回の方法を使ってみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずはインクの動画素材を手に入れていきましょう。インクの素材がない方はトラップコードパーティキュラーとかを使って流体が動く様子を作っていってもいいですが、今回は簡単に映像素材を探していきます。今回もまたいつもお世話になっている Pixabay という著作権フリーの映像をダウンロードできるサイトを使っていきましょう。ここで好きなのを選んでいってもいいですが、今回は背景が白いものを選んでいきます。背景が黒いものを選んでもいいですが、後で編集をするときにやり方が少し変わってしまいます。ということでインクの映像をダウンロードしておいたら、これを早速 After Effects へと取り込んでいきましょう。そしてインクの映像は画面サイズに合わせておきます。それでは背景用に色を変えていきたいので、エフェクト&プリセットのところから色調補正の中にある色合いティントを選んで、これを適用しましょう。するとこれによって色の明るい部分と暗い部分がそれぞれ白黒になります。これでそれぞれの色を変更することで好きな色のインク背景を作ることができます。例えばインクを赤にしておいてから背景を黒に近い赤にしてみます。するとこのようにちょっとダークなテーマカラーになります。もっときっぱりと色を調整していきたいときは、色調補正のところからカーブを探して適用しておいて、ハイライトのところをもっと明るく、そして暗いところをもっと暗くしておきます。赤のカーブも表示して赤い色の明るさも調整することができます。さあこれで見てみると、このように赤いインクが暗い背景に飛び込んでくるような、このような動きが出来上がりました。それでは続いてはインクが飛び込むスピードを変えていきましょう。時間を変えていくためには、右クリックから時間のところにあるタイムリマップを可能というのを押すか、もしくはショートカットキーコマンドプラスオルトプラス T を押してタイムリマップのキーフレームを表示します。タイムリマップの終わりが見えませんので、コマンド K でコンポジション設定を開いて時間をちょっと長めに変えておきます。そうしたらこのインクが登場する動きを最初の方で一気にドバッと出てくるように、タイムリマップの終わりの方でキーフレームを打っておいてから、このキーフレームを前の方へと持ってきます。するとこの前半の方は早送りになってインクが飛び込んできます。今回はこの範囲で作ってみたいので、キーボード N でワークエリアを指定しておきます。さあするとさっきよりもスピーディーにインクが飛び込むようになりましたね。これをもう少し前半の方で爆発的にインクが登場するようにしていきたいので、キーフレームを2つ選択して F9 を押すか、もしくは右クリックから Easy Ease を提供します。すると速度グラフを開いてみると、速度が滑らかになっているのがわかります。ここでこのハンドルを動かしていって、速度を前半の方が速くなるようにこのように調整していきます。このグラフが示すように最初の方は速度が速く、次第にどんどん速度がゆっくりになる動きになります。ここのスピード感は映像の動きを見ていきながら調整をしていってください。今回は上から落ちてくるインクですが、もし方向などを変えていきたければ、回転のところで回転をさせたり、スケールのところで大きさを合わせて方向などはそれぞれ変えていくようにしましょう。続いてはこの赤いインクの中に顔を表示させていきますので、赤い部分が十分画面に広がるようにこのように配置しておきます。さあそれでは続いてここに人物を挿入して背景として使っていきます。ということで今作ったこの映像はコマンド D でコピーをしておいてから、名前をマットにしておきます。そしてコピーしたこのマットは色を白黒に戻していくために、エフェクトコントロールの数値をリセットしたり白黒に戻しておきましょう。そしてここに人物の映像を挿入します。今回はアリの王を連載している伊藤龍先生が描いたこの御影さんのイラストを挿入していい感じの背景を作っていきます。最終的にこの辺の位置に登場させていきたいと思います。ちなみにこの伊藤龍先生のイラストは許可をいただいたので、ダウンロードして学習用に使ってみてはいかがでしょうか。さあそしたらこの人物のレイヤーを複製しておいてから、マットのレイヤーの下に配置しておきましょう。そしてマットとその下に配置したイラストの2つを選択して、分かりやすいようにレイヤーの色は赤にしておきます。
この人物のレイヤーは拡大させておいてから、マットのレイヤーは表示にして、先ほどのインクの中に顔が入るように、このようにイラストを配置しておきます。そうしたら分かりやすいように先ほどのインクのレイヤーを表示していきますが、トラックマットの中からルミナンスマットの反転を提供します。ルミナンスとは輝度、つまり明るい部分ということで、このインクの映像の場合白い部分が明るいということです。今回はインクの中に顔を投影させていきたいので、ルミナンス反転というのを選びます。するとルミナンスとは逆に黒いインクの中だけに顔を表示させることができます。さあ、これでインクが登場するのと同時に、その中にイラストを表示させることができました。この人物のイラストにはまたまた色合い、ティントのエフェクトを提供して白黒の2色にしておきます。そしてこの人物のモード設定を乗算、マルチプライにすることによって、このように赤いインクの中にうっすらと浮かび上がるように見せることができます。それでは最後にイラストの登場の動きを作ってから終わりましょう。この背景の顔はスケールのところを開いてキーフレームをオンにしておいたら、次第に顔が大きくなっていくように、このように変更していきます。そしたら次はこの三影さんのイラストも1のキーフレームをオンにしておいて、最終的にこの位置に来るようにキーフレームアニメーションを作っていきます。このキーフレームの動きもタイムリマップと同じく F9 で Easy Ease にしておいてから、最初の方で素早く登場するように速度グラフでハンドルを動かしていきながら調整していきましょう。さあ、すると人物が左から右に滑らかに登場するようになりました。これでもいいかもしれませんが、今回は最初の方で一気に登場して若干右方向にじわっと動いていくようにしていきます。ということで、今作ったこのキーフレームは前半のところへと持っていっておきます。そしてエフェクト&プリセットから Y 極のところのトランスフォームを提供しましょう。これを使うとエフェクトの中でもう一回トランスフォームの動きを作ることができます。ということで、常にじわっと動いていってほしいので、1のキーフレームをもう一度追加して、一定のスピードで右の方向へと動くようにキーフレームアニメーションを作っていきましょう。さあ、すると最初の方でスピーディーに登場した人物は、登場が終わった後もほんの少しずつ右の方向へと移動するアニメーションが出来上がります。最後にモーションブラーのスイッチをオンにすることによって、最初の方の素早く動いている時にブラーがかかって、よりスピード感が出せるようになります。この辺の動きはあなたの思いついたものをいろいろと試しながら作ってみてください。さあ、ということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。